あ、まだね。まだ待ってください。デブでーす。チャラでーす。どうしたんですか。どうしたんですか。どうしたんですか。え、どうしたんですか。何も考えてなかった。ちょっとチャラですが早すぎましたからね。いやいや、素晴らしいです。いい感じのチャラでしたね。そんなことない、そんなことないです。ねえ、はい、今年の初めてのウースタジオ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これは何？あ、これね、今年からね、痩せようと思って、はい、体操してるんですよ。何体操ってシゲポン体操。いや、ダメでしょ。言っていいのそれ。わかんない、わ、まあ、かんないですけどね、まあはい、ということで、はい、今日まずウースタジオの一発目、はい、これやらなきゃいけないですよね。まあ新年早々2020年ですからね。ね、はい、2020年といえば、2020年といえばオリンピックね、はい、オリンピックといえば、オリンピックといえば、やっぱり水泳とか。水泳ね、オリンピックといえば水泳。水泳、そうそうそう、はい、水泳。2020年の転用の新しいマジック出ました。あ、こっちですね。こっちです。楽しみですね。はい、これはちょっと話題じゃないですか。結構話題ですよね、これ。話題。なんか泉さんとかもこれレビューしてそう。あ、なんておっしゃってました。あ、全体的にいいと言ってました。あの 全商品いいって言ってて、すごくいいものですねとは言ってました。あ、そうですか、はい、ちょっとこれはまあ昔から、まあ、何年か前からあるやつですけど、2015年ぐらいかな。え、そうですか。書いてあった。これはね、いいですよ。よかったですか。これだってすごいですよ。25のマジックができるんですよ。25種類のマジックができる。本当だ、25種類のマジックができるね。25種類も書いてあったら、多分僕でも1個か2個できるのもあるじゃないかな。書いてあるし、あの、はいはい、初めてでもできるって書いてあるからね。ちょっと楽しみにしたいと思います、はい、やってみたいと思います。いや、それでは、はい、ちょっとあのミラクルフィッシングっていうちょっとマジックなんですが、ちょっとこれは簡単にできますか。練習はね、マジック必要だと思うんですけど、はいはい、まあ、練習は絶対必要です。はい、誰しも絶対練習は必要ですけど、練習したら簡単にできるよっていうマジックです。そうめったに失敗しないね。はい、もうしないです。追い詰めるのやめてください。追い詰めるの。ありがとうございます。ありがとうございます。やらせていただきたいと思います、はい、まず最初にですね、ちょっとこれ置いていきましょう。ロープとカードがある。面白い組み合わせですね、はい、ちょっとあの まず最初に、はい、まあ、カードを選んでもらいます。はいはいはい。こんな感じでバラバラして、どれでもいいんですか。あ、どれでもいいです。裏向きにするので、はい、どれでもいい。もうちょっと戻れます。もう、あ、いいですよ。これいいですか。結構早い。いいですか。結構早い。本当にいいですか。じゃあ僕見ないので。こういうお客さんいますよね。 OK です。覚えました。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。じゃあ僕がここに好きなところ入れてくださいってやるとなんか怪しいので、うん、師匠が好きなところ持って入れてください。入れちゃっていいんですか。どうぞ。どこでもいいんですか。どこでもいいです。本当入れちゃいましたよ。はい、OK です。大丈夫ですか、はい、僕見てもいないです。どこに入れたか。これでわかるの。僕が分かるじゃないですか。これを釣り上げます。うん、今うるせえよって言うと思ったけど、はい、マジックってそういうもんだからね。うん、そうです。これが釣り上げです。まあ、ただ、はい、こうやって釣り上げるじゃなくて、うん、この袋に入れました。それは使うのね。これ使うんです。はあ、ちょっと入れますね。入れまして、うん、でこれをこんな感じで手を挙げて、えこれで何かが起きるんですか。大丈夫なんですか。ちょっとこのロープ使って、はい、当たりのカードを打ち上げる、はい、おお、息が、おー、おお、やばいやばい、これおお、息がいい、すごい息がいい、おお、ほらこれが当たりのカードでーす。すごーい。これ何何何何何何すごい。これ当たってます。当たって、これ
撮ってもいいですか。撮ってください、ぜひぜひ。ぴったりでーす。やったー、すごい、これいいね。ステージでもできるね。はい、素晴らしい。ステージもできるという素晴らしい。いやー、これすごいですよね。すごいすごいすごい。ちゃんとトランプもありますからね、この中にトランプありまして、まあそれは怪しいですか。怪しい。結局だって見してないじゃん。そうですよね。何もないんです。何でもない。これ不思議だね。不思議ですよね。よくできてるの。いや、すごいです。天井さん、すごい。もうすごいです。本当に。という、ミラクルフィッシングというマジックでした。ハットに入ってる可愛い白いウサギさんがいます。はいはい。見えます？見えます。このウサギさん、一瞬で、ね、消えるんです。はい。ワン、ツー、スリーと、ほら。あら。あ、消えた。あ、出てきた。あら。もう書きますよ。あ、で、あら、消えた。あら。ワン、また出てきた。本当だ。で、今度はね、ハットごと消えちゃって、はい、ハットごと出てくる。で、消えて、見えますか？出てくる。おー、すげえ。大好き、これ。ロープをですね、ロープ、はい、結びました。はい。どうなってるかっていうと、輪っかになってます。はいはいはい。ね。で、これは、魔法の棒です。魔法の棒。白いところを上と下でこういうふうに白いところを上と下で持ってていただいていいですか、はい、これでいいですか。完璧です。はい、いきますよ。取れないですよね。取れないです。こっち側に来ないですよね。そうですね。こうすると、ね、来ちゃう。あらあら、え、もう一度できます。いきますよ。はい、ワン、ツー。こっち側に絶対来ないじゃないですか。絶対来ないです。来ちゃう。え、来ちゃった。今度は、はい、2本使います。2本使うんですか。こっちも輪っかでしょ。はい、こっちも輪っかでしょ。あら、ほんとだ。何が違うか分かります。うーん、結び方。いや、結び方は一緒です。一緒なんす。長さがね、3センチぐらい違う。いや、分かんないっすね、それは。どっちがいいですか。じゃあ、こっちにします。はい、ここのところがね、はい、怪しいといけないので、こうグッと握ってしまって。僕もですか。握っちゃって。僕も握る、はい、で、こういう風に持ってくる。こういうふうに持つ、はい、で、縦にしてください。縦、はい、いいですか。はい、こういうふうにすると、こちら側に来ないじゃないですか。はい、絶対来ないですね。来ないですよね。絶対来ないです。1、2、3って来たら不思議じゃないですか。いや、ドキドキするな。いきますよ。うってきちゃう。すげえ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、楽しかったです。楽しかったですよね。楽しかったです。これすごくないですか。いや、これすごいですよね。いや、これもすごいですよ。これもすごいですよね。はい、じゃあ、まずこっちからいきますね。はい、これさ、はい、昔いろんなマジックショップで売ってたやつもあるんですけど、はいはいはい、全然いいね。ですか。うん、すごい性能がいい。性能がいい。微妙なところで言えないんだけど、はい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 、多分性能良さそう、こっちの方が。ああ、確かに、うん、これすごいですよね。すごいと思います、はい、あとデックがポーカーサイズなの。ポーカーサイズ。天陽さんのあの可愛らしい、あれは何だろう、天使なの、何だろう、天使、フェアリーだ、フェアリーだね、フェアリーなんですか。フェアリーがこうあれ接してる、はいはいはい、あれがポーカーサイズになってる、ね、そうです。ブリッジじゃないですよ。すごいですね。ポーカー作ったんだね。作ったんだね。作ったんだねって、そうだと思いますよ。すごいですよね、はい、確かにステージでもできるように、うん、ポーカーサイズが大きいから見栄えがいいしね。すごいいい感じで作ってあるじゃないですか。すごい良かったですよ、この作品。本当にいいよね、はい、使えるよね。いや、もうこれ絶対ステージ僕使おうかなと思ってまして。ありだよね。なんか最初のオープニングにいいかなって。オープニングにあるのこれ。オープニングなんかこう選ばせて、うん、こう釣り上げるみたいな。なるほどね、はいはいはい、結構できるよね。できますね、これ。しかも尺が結構あるんで。そうだよね、はい、すごくいい作品ですね。結構素材としてもトランプだったら普通ただ使うだけじゃなくて、はいはい、ロープがあるからね、はいはい、いい感じだと思います。はい、これパーティーマジックどうでした。これ最高ですよ、このもの。面白いね。どういうことですか。いや、気に入っちゃった。気に入っちゃった。そうですよね。いや、これ最高ですよね。最高ですよね。これこれね、これちょっと
これね、いいね。これいいっすよね。これいわゆるシンブルってマジックあるじゃないですか、うん、あれなんですけど、うん、この2種類が普通だったらシンブルだったら色が変わるとかね、うん、まあ多少大きさが変わるとかってあるんでしょうけど、これだとほらウサギさんがいないのが出てきたり消えたりできるし、確かに確かに、あんまり言えないんだけど、はい、そのままできるよね。この形状がシンブルよりもすごく良くて、はい、ウームができる。ウームはできますね。ウームができる。ウームができますね。確かに確かにすごくいい。すごいですよね。あとロープ。ロープね。はいはいはい。いやこれ、うん、これすごいですよね。あのセット内容が、うん。セット内容すごいですよね。あのすごいすごい。あれもついてるんですよね。あのこれこれこれ。品物を消したり出したりする秘密の仕掛けもついてますから。あ、これは見せられないからこの絵には描いてない。絵には描いてないですけど、一応絵が描いてあるんです。まあんまり見せちゃいけないのかな。なんですけど、はい、そのいわゆるギミックってやつですね。はいはいはい。ついてました。すごいっすよねこれ。ちょっと開けていいですか。ああ、そう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 。これね、何がすごいって解説書がね。解説書がこうやってほとんど冊子だよね。あんまり見せられないけど。こんなすごい。うわ、この冊子がついてそりゃできるわ。だから本当に基本的な動きとかも、はい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 、そうですね、乗ってるし、はいはい、すごない？初めてでもできるんだよ。そうですよ。しかも対象年齢が6歳から大人って書いてあります。大人でも全然楽しめます。楽しめます。これ子供ショーとかでもできるし、うんうん、すごいいい感じの、ま、結構すごいですよね。これ素晴らしいですね。サロンやクロスアップに結構ぴったりですよね。はい、ということで、はい、あの今回2種類の、うん、まあ、このマジック最新のやつと、まあ、ちょっと古いですけど、まあ、皆さんでできるような、みんなでできるようなパーティーマジックをご紹介しました。はい、どうだったでしょうか。最高でした。変容すごいですね。すごいです。これなんか僕本当に大したことじゃないんだけど、この形状がちょっと違うだけでこんなに面白いんだっていうのが、はい、すごいですね。いやもう本当良かったです。はい、まあ、他にも25種類これいっぱい入ってるので、うん、まあ、紹介した中紹介できなかった部分もあるんですけど、そう、あの道具が25種類入ってるわけじゃないんですけどね、はい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 、25種類のマジックができるっていう解説書がしっかりついてますので、冊子、はい、みたいな解説書がついてますね。のでぜひ皆さんもやってみてください。以上です。ありがとうございました。